近目が可愛くなりましたね。これ事情があるんですよね。いじるのやめてもらう。ちょっとこれいるわけじゃなくて、これね、あのちゃんと事情があるんです。はい、ちゃんと事情があるんですよね。目が可愛らしい。写真やめてもらっていいですか。大画面でね、後ろに。これ何してんのこれ。これ武田選手どういった経緯ですか。僕逆さまつげなんですよ、目が、で、本当になんだろう、まつげパーもやってて、あ、はいはいはい、一番最初当初、そのちょっと見にくくてぼやぼやしてたんで、でそれで今、その共立美容外科さんが協賛でやってくれてて、でそれでそのままよかったら二重って言われて、おお、いやでもこんなになんか変わると、なんか綺麗なジャイアンって言われてて、はい、マジで。ちょっとこれめっちゃ恥ずかしいんですけど、ね、後ろにはもっと大きいのあるんですよ。まあでも目が大きくなって見えやすくなったっていう、いやでも本当見えやすいです、ね、本当見えやすいです、だから視界が広がったっていうね、やってよかったんですけど、みんながなんか綺麗なジャイアン綺麗なジャイアン、もううるせえなと思って。ちなみにもう他には何もやる予定はないんですか。いや昨日ダーマペンっていう、あ、肌のね、だからちょっと顔赤いんですけど、はい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 、まあちょっと美容男子に目覚めよう。おお、でもいいですね。よかったらみんなやってください。お願いします。長木さんもいいなってね。僕も教室さんにお願いに行こうかな、はい、ぜひぜひお願いします。長木さん二重ですもんね。僕ね、くっきりな二重なんですけど、確かにじじになってくるとだんだんこうね、はい、重力でだんだんこう顔が下に落ちてくるんですよ。いや、坂木村さん、まみんなもそうなると思いますよ。僕20代の頃の写真見ると、うわ、本当に綺麗な二重してたのにって思うぐらいだけども、今はそういうふうに言われると二重ですって言うんだけども、こう完全に落ちちゃってきてるんですよ。じゃあ坂木村さんも、いやいや、まあ本当に今更やってもね、俺は。若い人はもうだって一緒に行きましょう。